中六は、三重県島市磯部町上野郷にあるうなぎ料理店。伊勢神宮高大寺イングルの別グルである、伊蔵グルの鳥居前にあり、店舗は、三宮客で賑わった王子の風格を残している。1929年に旅館として建築された、木造2階建ての店舗は、中六店舗として、日本国の登録有形文化財に登録されている。1911年の書籍。 トバシに掲載された旅館中6の広告。下段は東京同,同業の旅館機近くのもの。中6のある島市磯部町はうなぎ料理が名物となっている。磯部町を流れる川の上流でうなぎが採れたことや洋満場が近くにあったことが背景にあるとされ、町内には他に天保元年創業のうなぎ料理店、川梅がある。中6は江戸時代には 旅館として存在していたことが確認されているが、それ以前の歴史は定かではない。野号の中6は、伊蔵宮の御死であった中6太夫から取っている。磯部郷土氏によれば、1960年代の旅館中6は8つの客室を持ち、個人客35人、団体客60人を収容することが可能であり、テレビ受蔵機、麻雀、囲碁、将棋を娯楽設備として備えていた。 旅館として営まれていた頃に、炭火焼きのうなぎ料理で知名度を高めた。メニューは、うな丼とうなぎ定食の2種類のみとなっている。価格は、うなぎの量によって3段階が設定されている。うなぎは串を刺さずに1本を生のまま畜炭で焼き上げ、外はパリッと中はふんわりとした食感に仕上げる。タレは甘めで、代々継ぎ足しながら使っている。営業時間は、 昼食時が11から14時、夕食時が16から18時である。建物は1929年の建築で、入りもや作りである。集客を意識した開放的な外観が特徴である。隣接する、神武三県土場も、登録有形文化財であり、両者で、いざ月右門前の歴史的景観の形成に寄与している。1階は、玄関、厨房、控室など、 二階は八畳一軒を主とした客室が配置されている。屋根は瓦吹きで建築面積は172平方メートルである。1929年までは20年に一度再興される遺蔵宮の式年遷宮に合わせて建て替えていたが、1929年以降は補修しながら建物を維持している。2011年10月28日に中6店舗として、 登録有形文化財に登録された。これにより、島市で初めての登録有形文化財が誕生した。同年11月25日に登録有形文化財登録証が、島市長から店舗所有者に手渡された。ありがとうございます。